皆さんこんにちは。本日も、メルマガ読者様より、たくさんのご質問をいただきましたので、この質問に対して竹内プロの方からご回答していきたいと思います。本日のお悩みはアイアンで飛距離が出ないというお悩みをたくさんいただきました。例えば S さん70代の方ですと、6番アイアンで130ヤードぐらい、4番アイアンで140ヤードぐらい、もう10ヤードアップしたいというお悩みだったり、あと、A さん60代の方ですね、同世代の方に比べて、アイアンの飛距離が出ないと、7番アイアンで150ヤード飛ばしたい。あと、Y さん60代の方ですね、もっとアイアンショットで飛距離を出したい、そういったいろいろな方のお悩みをいただきました。今回は、竹内プロにアイアンの飛距離アップについてレッスンしていただきたいと思います。それでは竹内プロ、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速お悩みを解決していきたいと思います。アイアンでの飛距離アップを目指したいという方が多かったので、一つ本日は練習方法っていうのをご紹介していきたいと思います。アイアンで飛距離が飛ばない人の共通点というのは、7番アイアンでのロフト角の形でしっかりとインパクトを捉えているかどうか、番手通りのロフト角でしっかりとインパクトを捉えれているかどうかっていうところが重要になってくると思います。よくアイアンの飛距離が飛ばない人っていうのは、このようにクラブが戻りきってフェースが上を向いてインパクトを捉える、少しアッパーブローの形で捉える方っていうのは飛距離が出てきません。これを修正していきたいと思います。本来でしたらこの練習ドリルは布団やタイヤなどを使っていくっていうのが理想なんですけども、本日はちょっとご用意ができてませんので、と足の方でインパクトを受け止めるという形で、インパクトの形、ロフト角をチェックしていきたいと思います。このような練習方法でフェース面をチェックしていきます。ここのバックスイングからインパクト、この時にしっかりとハンドファーストになってボールを捉えているかどうかを確認していきます。ここで例えばこのような形でインパクトになってしまったらダメです。しっかりとハンドファーストの状態で捉えていきます。実際に今足で受け止めてもらってますのでスピード出せませんが、布団などでハンドファーストをイメージしてしっかりとインパクトを作っているかどうかを確認して練習してください。その感覚が湧きましたら実際にそのインパクトを作ってボールを打っていきます。では実際に打ってみますのでご覧ください。インパクトのハンドファーストをイメージしてロフト角の角度をイメージして打っていきます。このような形でまずは小さいところから練習をしてみてください。以上でレッスン終わります。